甲子園行きます。甲子園はね、もう今年はたまたま開幕は京セラだったんですが、京セラの第3戦目行って、先週の9日に甲子園行きました。京セラは勝ちましたけど、甲子園は負けてます。甲子園はいいけど、かなりやばい。そうですね。だからもう正式に9回終わって寝たらもう、見やすくないね。大丈夫。かなり64の時点で40年使ったので退職させてもらって、プロ化の実績を含んで一番なかなりかなりもう高いハイフォアを打った時には経験してくれたら、仲良くショットの方が好きだから、ショットの方が好きだから、かなり外とか。北前線のそれで今ね、標識見てちょっと8号線というね、表示がありますが、これ8号線に入ります。皆さんね、8号線ってどこから来てると思います？8号、京都。そこまで行かないですね。8号線はね、新潟まで。新潟まで行きますね。そしたらね、ちょっと今クイズ出したいと思います。日本でね、一番長い国道は何号線でしょうか？ちょっとね、クイズ出しますね。3択にします。当たりやすいように3択でしたら当たると思いますのでね、一番長い国道は1番がですね1号線、2番が4号線、3番が8号線、この中に正解があります。それでは一番長い国道1号線だと思う方は手を挙げてください。1号線、ああさすがやっぱり圧倒的ですね。それでは2番の4号線だと思う方、1234名さんですね。それではこれ今通りますね、8号線だと思う方手を挙げてください。はい、ありがとうございます。分かりましたね。やっぱり1と8が多いですね。旅慣れた方が多いということでね、さすがですね。これ正解はですね、2番の4号線です。あー残念。あ、上がった方はちょっと当てずぼれた、もう分かってて、あ、すごいです。後ろの方も分かってて、これね、なかなかね、本当はね、当たらないです。このクイズね、いつも当たるのバスで1人なんですよ。1人か0、ほとんどが1号線と言われます。それで8号線という方もあるんですけど、まず言いますね、1号線東京大阪間、大阪東京ちょっと高いですね。東京大阪って言ったらね、大阪の方言われますので、まあ5、600ですね、560から、それであとさっきね、こっちの8号線新潟から京都、これも600前後なんですよね。それで4号線っていうのがね、もう圧倒的に長いんですよ。742キロ、これはね、東京青森間です。これニュースになったんですね、この間大雪の時に立ち往生したっていうニュースが流れた、ご記憶ないでしょうかね。それが4号線なんですよね。ですから8号線でここまでね、京都から来ることもできるんですよ。で今ね、石川県走ってるんですけどね、石川県はね、結構ね、道違法なんですよ。なぜか分かります？有力な政治家出てるんですよ。大物政治家が。誰だと思います？森井さん、ご存知ですかね。はい、愛媛丸のね、事故の時にですね、ゴルフをしててね、ちょっとそれでね、支持率が下がって辞任された方なんですけど、森さんの力というのはやっぱりね、石川県っていうのはすごい絶大ですね、未だに。工事がね、ずっとね、切れずに行われてるんですよ、大きな工事。8号線拡張工事っていうのもね、今もずっとね、行われてますので、ね、すごいなと思うんですけどね。それから山川根バイパスというのもね、今作ってますし、はい、すごい力だなと思うんですけど、あとね、有名なのが松井秀喜さん、石川県と言いましたら、有名なのがその2人ですね。今までですから、もうあと4年ですからね。本来でしたらね、この道は通ることは、ね、なかったんですけど、今回ちょっと電車がね、乗れなかったのでね、こちらの方ね、通っておりますが、関西で、で、まあ、今回ね、行きはしないんですけど、金沢駅に着きましたのでね、金沢の中心のちょっとね、観光のご案内をさせていただきます。金沢と言いましたら、有名なところと言いましたら、兼六園になります。
兼六園の雪釣りっていうのが結構有名ですよね。今年はね、雪がね、一時多い時期がありました。それでね、この松っていう枝が折れて大変だったんですよ。いや、僕もバスケットしてます。その味がね、いや、そんな俺最初に関西松が折れてですね、そうやって手紙でもかと思ったらね、今度ね、2月の終わり頃からもう雪が全くなくなったんですよ。それで、兼六園に来ても雪のない状態で皆さんね、見学したってことで、ちょっとね、残念になってたんですけど。下にあんだけ海岸線にグランドがあると思わなかったです。鳥取砂丘ダメや。ああ、そんな感じね。要するに実業団のこと大学の忙しいですよね。あとはですね、近江町市場というのがあります。近江町市場ね、食の中心の台所と言われております。で、野球の人もプロと高校はいたので、あと高校生のバスケットとバレーやってたからね。今ここの OB 会の役所とかする。海の方にね、今出てきましたが、どうからか、ね、あとは東茶屋街って行かれたことないでしょ。やっぱいいですね、芸者さんね。あの、男性の方ね、上下の関係がすごい。まあ、言うと京都に言いましたら祇園になります。それで、皆さん祇園行かれた方あります？祇園で昔遊んだという方いらっしゃいませんか？どうで、あ、座れました。皆さんね、これ時間ってどれぐらいだと思います？だいたい1席、すごい、1席どれぐらいだと思う？時間1時間とか2時間とか2時間絶対この前3番ぐらい、うん、1席何分ぐらいでした？これがね、1席っていうのはね、90分だそうですよ。なぜ90分かと言いましたらね、これ理由がありましてね、お酒飲みますよね、男性が理性を失わない時間なんですね。1時間半以上飲み続けたらね、男性がちょっと大変なことになりますので、それで抑えるということで1時間半。その時ね、昔ってあまり時計がない時代でどうやって測ってたと思います？その1時間半を。線香。あ、素晴らしい、線香って今出ましたね。前砂時計って言われた方あるんで、砂時計はちょっと大変です。何回も引っくり返さないといけないと。線香というのはね、一巻きで何分だと思う？45分なんですよ。それで線香2本で90分、それで線香を2本やるんです。それがなくなったら終わりっていうね。ですから線香第一ってね、よく言われたんですよね。それでお客様の中でね、行かれた方で、あの、例えばね、その方がお金持ってない方でもね、行こうともできるんですよ。紹介者が立派な方でしたら行けるということですね。なぜか分かりますよね。あの、払う時っていうのは一品に払わない、その場では払わないですよ。だから何ヶ月に1回払う日が決まってて、その時に払うんですよね。もしその時に払えなかったらどうかなと思うんですけど、その紹介者がすごい立派な方でしたらね、もう取りっぱぐれがないんですよね。ですから一元さんお断りっていうのがそういうことなんですよ。知らない人がパッて入ってね、お金持ってそうな人でも、あの、入れないというのが、俺はお金持ってるとか言ってね、言って入ってもダメなんですよね。その事実にお金が払えないということですので、お客さんは何、ま、か持ってはるんですかね、そういうお店をね、あったらいいですよね。やっぱり紹介者がね、立派、本人が、ね、あの、その時は持ってても、いつ景気が悪くなるか分かりませんのでね、そういうのがあるそうですね。それが金沢と京都というのがちょっと似てるところがあります。最終日にですね、この砂浜を走るんですけど、これがね、走るところは千里浜渚ドライブウェイと言います。ここはね、走れないんですよ。パッと見たらなんか走れそうな気がするんですけどね、やっぱりちょっと違うんですね、粒子が違っておりまして。これはですね、あの、走ってるんですけどね、本当はゴルフカーも走ってはね、あの、走らないとかなんですけどね。千里浜っていうのはこの先にまだありまして、8キロ走る区間がありまして、これがあの、認められている区間にはなります。ここなんか走ったら、本来でしたら、あの、綱がね、緩いんですよ。だからタイヤが空回りして、ですからこの辺りに走ってる車というのは大体に、あの、雪道で
タイヤが空回りしますよね。その状態になるんですよ。ですからね、ここはね、走るようにはなってないですね。だからああいう風に車が入ることもあるんですけどね、基本的にはあそこはね、入ってはいけないところになっております。今浜から千里浜というのが千里浜ドライブインになりまして、8キロ間ですね、走ることができる道になっております。今日途中にですね、加賀温泉駅というところを通りましたよね。その時に観音さん見た方いらっしゃいますか？大きな、はいはい、あの観音さんってどれぐらいすると思います？お値段、いい値段するんですよ。それ200、あの全部含めてテーマパーク260億円かかったそうです。総工費がテーマパークで、観音さんだけじゃないですけど、それで、ね、それ建てた方っていうのはね、大阪のね、大阪の方なんです。不動産業で成功された方ですね。スーパーとかも手広くされたんですけど、やはりこのバブル弾けまして、もうオーナー変わっております。一時はですね、あの建物にですね、バスが70台行ったそうです。1日に最後のね、営業終了日はね、お客さんが13人とか、そんな感じだったんですよ。それで人手に渡ったと言われております。あともう一個有名なのが観音さんでね、この辺で言いました、福井県越前大仏、聞いたことないでしょうか？越前大仏建てた方ってどなたかご存知でしょうか？タクシー業で成功された方です。実は分かりますかね、タクシー業で、タクシーで人儲けされた方ですね。総合タクシー、はい、元総合タクシーの会長さん、佐田清さんという方、聞いたことないでしょうか？ただ清さんという方ね、もうタクシー王と言われた方ですよね。その方もね、元オーナーということで、もうまた人手に観音さん、あれも260億劇がかかっております。ですからね、いろんな観音さんあるんですけどね、やっぱり名前を残すために建てられることが多いそうですね。例えば淡路島の観音さん、ご存知でしょうか？あれもね、オーナー今いなくなりまして、台風のたびにニュースになりますよね。鉄くずが上から落ちてくるんですよ。そしたらね、淡路の市がですね、淡路島の方がね、撤去するって話が出てるんですよ。撤去したら5000万から1億円かかるんですね。だ、費用誰が出すかって言ったら税金なんですね。ですから毎回しないんですよ、台風って。どうするかどうするかって言って、結局はそのままっていう感じですね。それが一番いいのかなって、いいことないですよね。でも淡路の人にしたら、そんなに税金使いたくないって、で勝手に建てたものを、ね、その撤去するのに何でも税金を払わないといけないして、だからもう知らないふりしてるっていうことですよね。だから高岡大仏とかね、奈良の大仏とか潰れないんですよ。ちゃんとね、管理する人がいますもん。奈良の大仏が潰れたら大変なことになりますよ。でも本当に国が潰れるぐらいになります。そういう状況ですから、今ね、河北市という市に入っております。
ね、北陸新幹線ブームじゃないですか。今ね、ツアーでね、北陸新幹線乗るツアーって結構出てるんですよ。でもね、関西から乗るツアーってね、こんな感じなんですよ。金沢からね、富山まで乗るだけなんですよ。20分間。まあ、とりあえず乗りましょうっていう感じなんですよ。ですから、スピードは全然ないんですよね。20分だけなんで、早く行けないんですよ。その20分乗ったから、あの目的地に早く行けるというわけじゃなくて、とりあえず新しい車両に乗りましょうっていうのが、今のあれなんですね、北陸新幹線。関西からのツアーです。東京の方はね、結構需要があるそうなんですけど、関西の方はね、あまり意味がないですよ。東京行くのもね、金沢周りに行ったらね、ものすごい時間かかりますので、金沢、東京間2時間ね、半か40分で行けたとしても意味がないですね。ですから、富山の方とかがね、富山と大阪で仕事してる方は、もう痛手みたいですよ。お金は上がって、乗り返して、つってね。サンダーバードが富山までずっと行ってたんですよ、全部。富山行くか、和倉行くかだったら。和倉温泉の1便しか今ないですから。その便しかないですので、ちょっと不便に、ね、なりました。で、これ白尾って言いましてね、前ここにね、大きな置物があったんですよ、この右側に。今なくなったんですよ。ここなくなってね、数ヶ月なんですけど、見たことありません、ここにね。あの、竜みたいな、竜の置物が、大きな置物が前にあったんですよ。見覚えないでしょうか。ここにあったんですけど、これが今さら地になってます。そこですね。これはね、なんでそんな建物を建てたかと言いましたら、ね、竹下登る内閣の時ですね。ふるさと創生事業1億円、ね、各町村に、ね、あの私たち、ね、自由に使ってくれということで、ね、使って建てられた建物になります。それがね、なくなって、まあね、地雷の森ということでなくなりました。Yeah, of course.